銀だらは、カサゴモク銀だらかに属する魚類。別名、ナミアラ北洋ムツなど。銀だらかには他に、アブラボウズが含まれるのみで、本種だけで銀だら属を構成する。肉食の大型深海魚で、食用に漁獲される。最大全長120センチメートル。全身が黒褐色をしている。和名の通り外見がたらによく似ているが、 タラではなくアイナメやホッケに近い魚である。下顎にヒゲがなく、背びれが2機しかないことで、タラ類と区別できる。ちなみに、タラの背びれは3機、アイナメやホッケの背びれは1機である。食用として同じように扱われるメルルーサは、タラメ、メルルーサか、マジェランアイナメはスズキメ、ノトテニアカの魚で、それぞれ分類が異なる。 体長は1メートルを超え、重量は13キログラム程度になる個体もある。食性は肉食性で、魚類、甲殻類、糖塞類など、何でも食べる。寿命は20年以上と見られる。駿河湾、北海道内浦湾以北から、アリューシャン列島、アメリカカリフォルニア周辺岸画までの北、太平洋に分布する。特に大陸放射面と、 北東太平洋の三山付近の水深300-2000メートルほどの深海の泥底に生息する。冬に散乱し、孵化した稚魚は浅い海で生活するが、成長するにつれ深海で生活するようになる。分布密度には、偏りがあり、アジア側で低く、アラスカからカナダ沖合で高い。銀だら焼き主な漁法は、底引き網とハエ縄による。漁期は終年。 北、太平洋での漁業は19世紀後半に北米の漁民によって始められた。日本では北洋底引き網漁として1933年から本格的な戦団による創業が始まった。戦争による中断を挟み、1954年に再開され、1962年には29,800トンの漁獲があった。また、 当時は大陸放射面で、底引き網漁を行う技術は未熟で生え縄漁が中心であった。1972年には、史上最高の5万6千トンを漁獲したが、1973年から漁獲量規制が導入され、漁獲量は減少し、1977年の200回りの漁業規制実施以降も減少していった。大きな魚だけに、 個体のままで回ることはほとんどなく、販売時には切り身となっている。肉は白身で脂肪分が多い。煮付け、塩焼き、かす漬け、味噌漬けなど様々な料理で食べられる。フィッシュベス、アナプロポマフィンブリア。ありがとうございます。